大将軍は中国及び日本における歴史上の官職の一つ。全漢の上将軍関心。大将軍は古代中国における各将軍の最上位者を意味する官職であり、古くは上将軍と呼ばれた。その起源は不明であるが、新末の動乱期に陳将に背き、長耳と組んで武神を長王に擁立した陳余マがこの名称を使用している。全漢では、 当初、非常地の職であったようで、疎官戦争期の関心以降は、強度が進行してきた際や、反乱鎮圧に際してといった、非常時に、臨時に、政府要人が、軍の総帥として任命されることが多かったようである。武帝による、積極的な対外政策が開始されると、常地の感触となった。この時期の対象軍として、対強度戦争で大きな功績を挙げた衛星が知られる。 武帝没後、外籍の権力が強まり、政治に参与するようになると、外籍勢力のリーダーがこの職に任せられ、政権を握ることが多くなった。この傾向は、五冠に入ってからも、初期の三代の皇帝の時代を除いて続行し、彼ら外籍集団と官,官との政権争いが、五冠の政治において、大きな位置を占めるようになり、結果として、五冠滅亡の要因となった。 三国時代以降も、大将軍の職は存在したが、その権力は徐々に弱められることとなり、名誉職としての色合いが強まっていった。また、呉では上大将軍を設置し、これは大将軍により上位の官職であった。北州や随ではこの職もあった。源の頼朝、鎌倉幕府の初代聖大将軍である。将軍、徳川家康道の下大再起寺山路が、 殺害された際に、藤原馬会が藤原広継の乱では、王の東人が大将軍に任じられた。養老律令では軍を三個編成すると、その統率のために大将軍を一人任命すると定めていたが、実際には三個の軍が同時に編成されたことはない。江戸政党のため太平洋側の政党軍と、日本海側の政敵軍の二つの軍が編成され、政将軍と、 人的将軍が同時に任命されたことはあるが統率のための大将軍は任命されておらず、一つの軍を率いる将軍でも大規模な軍を率いる偉大な将軍として大将軍と称された。後に広く武将を指すこともなり、平安時代から鎌倉時代初期にかけては官職ではなく私、将として用いる場合も散見された。また、上級の乱の際に、 京都に進撃する鎌倉幕府軍の諸将を、それぞれ東山道大将軍、北陸道大将軍などと称した例がある。県務の欄では、古代後天皇第一王子の御子と両親王が、県務政権軍の名目上の総大将として、上将軍に部任されている。三以上の苦業や皇族を将軍とする際も、軍職の名を大将軍と称することもあった。しかし、 将軍内し大将軍という場合には幕府の主催者を指す性格が強くなり、正位大将軍以外の要領としては次第に使われなくなった。江戸時代末期に政党大将軍が認じられているが一般化するには至らずに終わっている。明治維新の後、旧日本軍における最上位の官職は陸軍では参謀総長、海軍は軍令部総長となり、また自衛隊では 統合幕僚長であり、大将軍という名称は残らなかった。高麗時代の大進む軍は、高麗の中央軍の進む軍。ありがとうございます。